柴犬が撫でようとするだけで噛んでくるのはどうすればいいのかという、ご質問いただきましたので、そのことに対して回答とアドバイス、させていただきます。まあね、柴犬はちょっとね、噛まれると結構やばそうといただいてるんですけども、本当にやばいんですよ。もうやっぱりね、噛む力が、まあ、小型犬と比べて、どうしても中型犬になってくるので力が強いって面があるので、致命傷というかね、ちょっとね、指が動かなくなるとかそういうことも多々ありますので、気をつけていただいた方がいいのかなと思います。まあ、撫でようとするだけで噛んでくるっていうことなんですが、まあ、いろいろ原因はあるかと思います。で、まあ、ちょっとね、年齢とかがわからないので、まあ、一概にはちょっと言えないんですが、月齢が若い場合は、まあ、主に、まあ、じゃれて噛んできてるようなイメージが、多いのかなと思います。で、まあ、もともと結構柴っていうのは、口が出やすいですね。なんかこう、嫌なことをしたことに対して口を出してみるとか、飼い主さん好き好き好きがブーみたいのもありますし、噛み癖って言っても種類があるんですけれども、このワンちゃん自身が、まあ、まずは、その、どういった経緯でそういうふうな、行動を起こしてしまっているのかっていうのをまず特定する必要があるんですけれども、まあ、もし子犬の場合は基本的にじゃれて、まあ、出来心みたいなところから来ている場合が多いので、まあ、それに関しては、まあ、一応注意程度ですね、飼い主様への愛情表現っていうのも多分困れていると思うので、まあ、やめてぐらいな感じで、まあ、払いのけていただくとか、その場で無視をしていただくとか、まあ、いろいろ対応法はあるんですけれども、基本はそのワンちゃんにとってメリットがなければその行動は起こさなくなってくるので、メリットを与えないっていうことですね。で、その飼い主様自身がその噛まれた行動に対して何かしらのリアクションを取ってしまっていて、その行動がまあずっと続いてしまってるっていうであれば、そのまずリアクションがあまりよろしくないですね。ちょっとリアクションをキャーからやめてぐらいに変えてあげるとか、そういうのをリアクションを変えてあげるだけでも、犬ってどちらかというとその言葉に従ってるっていうよりは飼い主様の感情に流されることがとても多いので、本当にやめてほしい行動に関しては拒絶をしていただく必要があるんですね。なので、まあその拒絶をするっていうその意思表示をどういうふうに犬に向けて発信をしていくかっていうところですね。をちょっと考えながらやっていただくと行動っていうのは改善されていきますので、まあちょっとね、性格によってやり方っていうのは変わってくるので、試していただく必要はあるんですが、あまりひどいようであれば、特に芝なんかは結構気性が穏やかではないので、実際にちょっと基礎的なトレーニングみたいなところはしっかりプロのトレーナーとかに頼んでやっていただいた方が確実なのかなと思います。今ちょっとねコメントでね、無視ってどうすればいいんですかっていただいたんですけれども、主に無視っていうのは本当にその子がいないかのように接するような無視ですね。もう単純にこうふんってするんじゃなくて、もう噛まれても平然としてるだとか、まあその場から立ち去るとかよく聞く話なんですけれども、そういうふうにちょっと犬が拒絶されたなとか、あ、これやっても飼い主さんとの触れ合いが終わってしまうんだなっていうところがワンちゃんにとってデメリットになってれば、その行動っていうのを起こさなくはなってくるんですね。ただ無視されたところで別にどうってことないやみたいな感じで思っちゃう子に関しては、噛む行動っていうのは一生続いてしまうので、来たタイミングで噛んでやればいいやぐらいの感じで思ってしまうので、そういう場合にはきちんとした注意が必要になっていきます。まあ口をつまんで叱るなり、払いのけてやめさせるなり、まあリードがついてればリードで合図を送るなり、まあいろいろね、やり方っていうのはあるんですけれども、その個体に合った方法っていうので試していただく必要があります。コメントで、うちの子すっごい落ち込んだ顔をするので怒り方加減しちゃうんですよね、いただいてるんですけれども、まあそれはね、叱った時に聞いてるっていうことなので、まあそれは全然悪いことではないのかなと思います。で、叱ったりだとか、犬に対して注意を促すっていうのは、ワンちゃん自身そのやめてって人からの感情表現になるので、まあちょっと犬がひるむぐらい、そんなことされるんならもうやめとこうっていう風になるぐらいな感じで伝えてあげるのが一番効果的なんですね。ただ、ワンちゃんがその先ほどもお伝えした通り、そのどういう感情でやってるかなんですよね。その悪気があって、もうこの人の手を先頭不能にしてやろうみたいな感じで噛みついてきてるのか、好き好き好きみたいな感じで噛みついてきてるのかでも全然違うので、愛犬ちゃんが何を訴えてるのかっていうのがすごく大事になっていきます。払いのけるに対してもご質問いただいてるんですけども、払いのけるっていうのは、まあそのね、ワンちゃんの開いた口を閉じさせるぐらいのイメージでちょっとこうね、払いのけるぐらい。だからもうこれベーンってやってベーンって犬が飛んでいっちゃうよみたいな、そういうのではなくて、まあ軽い刺激を与えてワンちゃん自身がその行動を起こさないっていうふうに促すっていうだけなので、まあ特に、まあそんな、まあ力加減とかはやっぱり気をつけないとね、ワンちゃん自身も人に対して寄りつかなくなってしまうとか、そういうのが絶対的にあるので、まあ一概にその私がお伝えしている払いのけっていうのが正しい方法かっていうのはちょっとね、愛犬ちゃんの性格とか見ないとわからないので、なかなか難しい部分はあるんですが、裏剣
裏剣ね。もうこのね、裏剣とかになってくるのは、ちょっとね、ニュアンス的にね、払いのけちょっと柔らかく言わせてもらってるんですけど、裏剣とかね、なってくると、虐待みたいなちょっと間がいになってくるんで、こう、やめて、ぐらいな感じのテンションですよ、私がお伝えしてるのは。なんで、まあ、ちょっと別の動画でも上げさせてはもらってるんですが、まあ、一応愛犬ちゃんに、いけませんよっていうことを伝えなければいけないっていうことだけ、ちょっとね、頭の片隅でも入れといていただければ。はい。もうここはね、深く掘り下げれば、掘り下げるほど、なんかもう、犬を殴る蹴るみたいな話になってくるんで、それはちょっとね、一線超えちゃってるんで、愛犬ちゃんのその反応を見て対処していただくっていうのが一番効果的なのかなと思います。で、もちろん、まあ今、お伝えしたその払いのけっていうのも効果的ではない子とかもいるので、その成犬になってきて、すごく体がもう大きくなってきている、明らかに敵意を持った攻撃的な噛み癖とかに関しては、もう払いのけてやめてとか愛情表現の一環とかではもう一切ないので、その飼い主がやってる行動をもうやめさせようとしてるとか、自分のわがままを通すためにとか、ガオッと通すために、人を苦悩にさせようとしているというか、そういうふうな行動になってくるので、もうそれに関しては、飼い主様がどうこう対処するっていうふうな形ではもうなくなってきている場合が多いです。まあ、例えば、まあ、一般的にそのね、フードアグレッシブっていうような言われているような、ご飯の食器を下げようとした時に噛みついてくるだとか、威嚇をしてくるとかもそうですし、まあ、例えば、足拭き、お散歩から帰ってきた時にちょっと足拭きたいなとか、ちょっと爪切りたいなとか、歯磨きしたいなとか目やに取りたいなみたいな時にちょっと体を触ってみましたっていう時にガブってきた本気で噛まれたみたいなことに関してはやっぱりいけませんよっていうことを伝えてあげなければいけないので、それはそのワンちゃんに分かる方法でやっていかなきゃいけないんですね。まあうちでは基本的にその噛んだことに対しての叱りっていうのはあまり加えないんですよ。ガブって噛んできた時にダメでっていう風に払いのけても、噛むっていう行動に対してダメですよっていう風に伝えることはできないことはないとは思うんですけど、その噛むっていうシチュエーションが足を拭いた時なのか歯磨きをした時なのかって、まあ、いろいろあるわけなんですよ。で、それ一個一個髪を潰していくと、結局もう叱りばっかりになってしまうんですよ。なので、うちでは一応まとめてるんですね。もう待てっていう言葉をかけて、待たせた状態で、かつ噛んできましたって言ったら、待てを基本的に無視をして待つっていう状態になるので、1項目だけに対して強化をしていけば、その噛み癖っていうのを抑えられたりとかするんですね。で、そういうやり方でやってるので、もううちは限りなく待ての指示語を徹底してやらせてもらってます。何をするにでも待てっていう指示を必ずかけてやりますっていうことを繰り返していくと、意外と待てをかけた時にはもう犬はちゃんと待ちますっていう風な状態になってくるので、噛み癖っていうのも抑えることができてくるんですね。まずちょっとね、そのやり方とかっていうのも、その待てをどうやって強化していけばいいのかっていうところもなかなかね、お仕事もされていて、ワンちゃんも飼っていて、ワンちゃんのしつけもしなければいけませんっていう風になってくると、どうしてもその時間がやっぱりワンちゃんに取れなかったりだとか、まあどうしても噛まれてしまうとお仕事に支障が出てしまうとかになってしまうと、やり方っていうのをこちらからお伝えしたところでどうしてもねできなかったりだとかしますし、あとは間違った方法で変な刺激の仕方をするとその行動が悪化してしまったりだとかもするので、そういうところはちょっと気をつけなければいけない部分になりますので、もう本気でワンちゃん噛んでくる、特に柴犬とかもそうなんですけれども場合は必ず、プロに一回直接様子を見てもらって、プロにトレーニングをしてもらうっていうことが確実なのかなと思います。はい。で、まあコメントでいただいた敵意むき出しか、飼い主好き好きの見分け方がわからないということでいただいてますが、わかりやすいのは怪我の度合いと、あと犬の雰囲気ですね。もう本気で噛んでくるような子って、あ、なんかもうダメだ。この子ダメだっていう感じなんて言うんですかね。もうなんか近寄りがたいというか、なんかね、もう目つきが違うんですよね、噛むときって。なんかもうこう、時間が止まってるみたいな感じの噛む前ね。そういう風になってきたりだとか、じゃれて噛んできてる子って大体まあ尻尾よしよしなんかフリフリ振って人に近づいてきて、なんか口が開いた状態で人に近寄ってきてガブーみたいな感じの子だったりだとか、まあもちろんそのお手入れ中にこうちょっとね、こうやめてよやめてよみたいな感じで噛んでくる子とかもいるんですけれども、そういうのも基本的に本気噛みではなく、まあじゃれて噛んできてるっていう風な一種ですね。なので犬の雰囲気を見ればもう多分わかります。で、わからないなっていう場合は、大体皆さん、本紙ではなく、じゃれ紙だと思っていただいていいかと思います。もうね、全然違います。もう、怖くて近づけないぐらいになるんで、犬って。なので、じゃれて噛んできてるのが悪化してると思っていただければ。ただ、それを放置しておくと、もちろん本気紙。だんだん犬も、やめてよ、やめてよっていう紙だったのが、人が無理やりやることに
ずれて、もうそろそろやめろよっていう感じで、こう本気でね、噛んでくるようになってしまったりとかももちろんありますので、そのじゃれ髪から本気髪の方に移行するっていうことはゼロではありませんので、絶対にこう愛犬ちゃんが嫌がってるものを無理やりやるとかっていうのはやめるようにしていただければと思います。もちろんその行動をやらないんじゃなくて、できるように克服はしていかなければいけないので、手法とかっていうのは、そのワンちゃんのペースに合わせてやっていく必要があるので、例えば足先触れないからといって毎日毎日無理やり触って、噛んできてるのも気にせず触ってとかっていつか慣れるだろうっていうのは、基本的に慣れないと思っていただいた方がいいです。もう犬がそのキャパオーバーにならないくらいまだ我慢できそうだなっていうところから段階を得て慣らす必要がありますので、まあ、少しずつペースを見てやっていただければと思います。バイオのゾンビ犬みたいな感じあ、そうですね、あれは完全に敵しかないですね。もうね、ちょっとゾンビ化しちゃってるんで、あの普通の犬とはまた違うんですけれども、あんな感じで襲う、まあもうあれはね、襲撃とかに近いですよね。もうあぶってね、まああんな感じで、まああんな感じ、そうですね。まああれは完全に攻撃的ではあるんですけど、ネットとかでまあ今ね、あの調べていただければすごいいっぱい出てくると思うんで、犬喧嘩みたいな感じで調べていただければ、もう多分ものすごいのが出てくるんで、イメージそういう感じです。で、よくあの、まあ柴犬に限らずなんですけれども、結構ご質問いただくのが、そのワンちゃん同士のじゃれ合いが、これは遊びなのか喧嘩なのかみたいなところをよくいただくんですけれども、基本的に送っていただいているのは大体遊びです。結構ね、激しく噛み合ったりとかして、こう、ってこう、じゃれ合ったりとかしてるんですけど、あの、犬喧嘩って調べていただくと、ものすごいの出てくるんで、もうね、殺し合いですよ。もうね、血も出るし、あと、もう噛みつき方がもう違う。まあ遊びとは全然違うので、動きも違うし、大体見てると、あ、止めなきゃって人もなるぐらいになるので、あの基本的に皆さんがあの子犬同士でなんか遊んでるなとか、先住犬ちゃんと後から来た子が遊んでるなみたいな雰囲気まだ見てられるっていうのはじゃれてる範囲ですね。でもちろん悪化してくると、まあね、子供のこう遊びとかでもそうですけど、あの突然ね喧嘩になったみたいなことももちろんあるので、やっぱり制止とかかけていただかなければいけないんですが、基本的にはじゃれて遊んでる雰囲気の方が多いかなと思います。まあね、もしわからなければ動画とか送っていただければ、これは喧嘩です、これはじゃれて遊んでるだけですっていうのはお答えできますので、コメントの方からでもいいですし、あとは LINE アットの無料相談やらせてもらってるので、そちらの方からいただければと思います。入ってすぐに殺し合いトークはい、一応ね、こうワンちゃんね、あの殺し合いみたいな状態にね、こうなる場合とかもありますので、たとがいは特にね、嫉妬心みたいのもやっぱり先住犬ちゃんから生まれてしまったりとかもあるので、ちょっとそういうのは気をつけなければいけないポイントであったりとかするので、またね、あのたとがいでの注意点とかはご質問があればまたお話をさせていただく機会を設けようかと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。